はい、ということで実況のパート48始めていきたいと思います。地層編やっていきましょうか。ゴート先輩どうしよう、ゴート先輩行くか。ゴーズ先輩ありだな。いや、みんな大好きゴーズ先輩行くか。いや、ちょっと刻んでこ、あの終盤なんで一つ一つね大事にしていきますね。じゃあゴーズ先輩行きましょうか。よし、ゴーズ先輩行くぞ行くぞーい。どっかターミナルは完全に封鎖された。やった、目標が変わった。次のターミナルはすぐそこだ。もう来てるじゃない。一息つくよ。これ完全に崩壊編のどっかのパートのとこやね。これ稼働限界には少し早いが、一旦騎兵を降りよう。おい、指揮は。ちょっと待った、指示なんかなくても戦えるぜ。あー、そういう感じだったの。おお、ゆきちゃんがちょっとエロいね、出し方は。危険の胸元開けるっていう。あ、第4世代型だから飛ぶんだもんね。なんかもう完全特撮みたいな感じだよな。千尋さん、まあ、千尋さんイージス起動後のエリアは逃げ惑ってますね、人が。はあ、ここに繋がるんや。なるほどですね、いますね千尋さん。この千尋の中はあれだよね、千尋さん。夕日を見て、森村博士だよね。なんかあの日、これ森村博士なんですよね、中身は。だから実際中身はもうあの、なんやろ、おばさんおばさん、中身おばさんみたいなもんだと思うんだよね。森村博士としての森村先生と、あと泉十郎と一緒にいた頃の、まあ、ちょっと若い時の森村先生の2パターン多分いるんだよね、これ。森村博士と森村先生の2パターンが多分いるんだよな、これ。めっちゃややこしいけど、いや本来は森村博士なんだけど、全員でも森村博士になる前の段階の森村先生と、一気に森村先生、あ、じゃ、一気に森村博士まで行ったパターンの森村博士というか千尋いや、くっそややこしいけど、多分2パターンあるねこれ。ドローンで私を監視してたのね。一つあなたにロックしてあります。D の目標が変わり、こちらへ戻ってくる。監視カメラに見張ったのか。そこは危険です。安全な場所へ。あら、心配してくれるの。でも余計なお世話が。口調がおばさんすぎる。これが私の望み。望み？ですが。死にたいってこと？いや、なわけねえな。それよりあなた、こんなところで油売ってていいの？まさかもう諦めたわけ？まだ D の進行は序盤よ。序盤。すぐ戻ります。だがまずはあなたを安全な。そんな場所はない。食い気味に言った。どこにもありはしない。私たちにはね、知っているくせに。知ってるくせに。だから時間の無駄、自分のやるべきことに集中しなさい。わかりました、行きます。河川へ出た方がまだ安全です。位置を伝えておきます。この2188年のこのゴート連夜は森村
博士をわざわざ暗殺、関原 A 君、殺し屋の関原 A 君に暗殺しろっていう指令を出してまで殺そうとしてるのに、まあ、こっちの世界というかこっちの人格というかねの郷と蓮也はむしろ森村千尋を守ろうとしてるっていう。でこの郷と先輩はまあ森村先生に対して特になんか悪意というか、まあ、なんで利害関係の対立みたいのはとりあえずないよねだけどこの千尋の中にいる森村博士の人格の方はこの郷と蓮也が将来的に自分を暗殺しようとしてくるっていう存在だってことは知ってんのかね。どうなんだろうね、そこまでの記憶はあるのかな。なんとなくある気がするおそらく。でゴート先輩の方は一応前確か一回見たんだけど、ただこれは私なのかみたいにしたんで、ゴート先輩の方も相当なんか秘密あるよね、記憶の方に。なぜ昔の記憶を知っていないのかとかね。お、秘密を教えてくれるのか。教えて。あなた誰。森村先生が好きだったんです。森村先生草。記憶操作されたなんて。メガネ取んな本当は嫉妬嫉妬それは最後でしょう。うわ切ない、最後とか言うと切なすぎる。幼女と幼女と学生の声みたいに一瞬見えるけどこれなんか幼女と高校生の恋愛みたいに一瞬見えるけどね、傍から見ると。その通り。お、正直に言った。低俗で低速で俺か。だがそれは私を支配している。私の記憶を戻したのもそれがあれ、伊達哲也と同じようなもんやんけそれ、完全に伊達哲也やん、あなた。そうです、伊達哲也と完全にほぼ同じやんけ、同期。本当は欲望まみれ私の知るあのゴート蓮也と、あのゴート蓮也ところだったわ。ありがとう、すっきりした。博士、私は森村先生です。もう博士って言ってるからね。もう行ってちょうだい。賭けはまだ続いている。賭け、私が勝ちそうだけれど。ああそうか、賭けなんて言ってたな、崩壊編の時。まあ、崩壊編でゴート先輩が死にそうになると、なんかね、千尋が出てきて、なんか賭けがうんたらかんたって一回前言ったんだよな。いや、賭けって何やねんと思ったんだけど、その時。これ繋がっとんや。あ、バカバカバカ、待って、起動すんな。じゃ、騎兵、あ、そうか、いいのか。てかさ、おのおのの登場人物のストーリー、最後でさ、騎兵起動ってさ、なると思ったんだけどさ、ゴート先輩に関して違うのか。じゃ、これ、ゴート先輩、マジこれ、最後に進めた方がいい気がしてきたな。なんか、無理にして進めない方がいい気がしてきた。なんか先に他のストーリー他のキャラクター進めた方がいい気がしてきたな、これ若干。いいからもう行ってちょうだい。起動するぜ。これ一気に 100% なとか言うのマジやめろよ腕をクロスした。いや、どこにワープしたんや、近くに来てねえぞ。え、これ一気に 100% なるとか言うのマジやめろよ。さっき 50% 台だったかな、まだ全然まだあるやろ。あ、みやこママとはぐれほっといてくれない。こんなとこにいたら危ない。これみやこの正体判明すんじゃね、ここでまさか、まさか。かがんでれば助かるのか。こんな機械に蹂躙されんの怖っ。殺されんのこんな機械に。おっかなすぎだろ。てか美和子ってなんかさ、千尋と似てない見た目思ったんだけどこれ美和子も実はあれだね、
森間先生とかのクローンなんじゃないの、イオリちゃんとか森間先生のクローンじゃねこれ。のんきに話してる場合じゃねえ。すぐそばでめっちゃ危ねえやつがカッポしてるのに。キサラギ、その子は分かってる、ミワコ誘導したらすぐ戻るから。誰かいるの？いないよ。ん？あ、見えてないの？こっちへ避難して。この子も一緒に。あれは見えてないんだ。これさ、なんかさ、いや、未だにさ、なんか宮古、あ、ごめん、50じゃね、42% 全然やん。ごめんごめん。いまだになんかさ、宮古の正体さ、いまいちよくわかんないよね。いや、だから柴くんは、まさかの別の世界の泉十郎っていうとんでもねえ人物だったけど、沖野くんも2188年出てきてんだよね。まあ、エンジニアだったよな、確か。で、まあ、肘山の愛人かなっていうポジションだったけど、いや、まあでも分かるよね。こっちの世界でも肘山とね、ずっとタッグだったから、まあ分からなくはない。でも、美和子だけ明らか謎なんだよね。純レギュラー格の美和子だけ明らかに謎なんですよね、今んとこ。いまだに素性があんま分かんないっていう。いや、モブ、あの、なんだろう。なんか身分というか、地位というか、身分的にはめっちゃモブキャラっぽいけど、ただ、まあヒロイン、まあ、主人公たちのね、トミとか、まあ、イオリちゃんとか、あとなっちゃんとか、あとはネンジか。らへんとは、まあ、結構深く結びつきのある。けど主人公たち、まあパイロットじゃないからね。だから、あくまでも準レギュラーではあるけども、でも準レギュラー格が沖野くんとか、芝くんとかが、実は超重要人物だったってことを考えみると、宮古も何らかの絶対超重要な何かあると思うんですよね。で、それが未だに、どういう存在なのかっていう、片鱗が未だに出てこないっていう。いや、絶対、2188年の姿あると思うんですよね、美和子も。言うたら、芝くんも2188年は、まあ、素直に、泉十郎だし、もう沖野くんはね、普通にいたし、で、千尋は、さっきの、幼女の千尋は、まあ、普通に森村博士だったし、でも、美和子だけまだ全くわかんないっていう。でもさ、俺さ、まあ、ちょっと、まあ、割と最近じゃねえ、最初からもちょっと思ってたけどさ、美和子ってなんかよく見るとなんかイオリちゃんとちょっと似てね、見た目。デブだけど。いや、デブだけど、なんか似てるよな、見た目。これなんか同じなんじゃねえの、これ。同じ説ない。待って待って、どこだ美和子。美和子見た目さ、なんかよくよく見るとなんかイオリちゃんとかさ、千尋とかと似てない、見た目。森村千尋とかと。髪色とかさ。髪色。これ銀髪キャラね、意外といるからな、この登場キャラクターたちの中で。関原 A 君も銀髪やし、なんで銀髪やねみたいな。どういうことやみたいな。なっちゃんも銀髪か。で、銀髪キャラ、まあ、いるんだけど、トミとかね、いろいろ。でも見た目、髪型結構似てるよなと思うんだけど。あれ、別に宮古どこだ、あ、いた。これ、よくよく見たら、なんか、いおりちゃんちょっと似てない？デブだけど。これなんか見た目デブだけどちょっとイオリちゃんちょっと似てないこれ。これも実はさ、森村先生のクローンなんじゃねえの。ちゃうかな。うわ、似てるやん髪型。似てないこれ。ちょっと似てない。これさ、俺これ千尋のクローン説ないかな。でも森村先生に似た女性、森村先生が実は宮古の成長した姿だったりして、なわけねえか。いや、でもこのグラマラスなボディに育ったっていうことを考えるとワンチャンあるかもな。いや、確かに可能性として、だって、イオリちゃんそんなグラマラスなボディじゃないんですよね、言うて。で、このイオリちゃんがあんなボンキュッポンになるかって言われると、まあ、なんとも言えない。これ、明らかに超グラマラスなんだけど、で、これ、登場人物たちの中でグラマラスキャラって誰いたかなってなると、巨乳キャラ誰いたかなってなると、特にいないと思うんですよね、巨乳キャラ。巨乳キャラいなくない、だってこれ。でも強いて言うならこいつなんですよね。いや、こいつも言うほど巨乳じゃねえか。
いやでもデブってことを考えると、そのポテンシャル考えるとありえなくはないよね。どうかな。いや俺シバ君イコールシッポイコール、あごめん、シバ君とシッポを当てたからさ、だいぶ初期から天才だろう。いや初期からシバ君とシッポ同一人物説は、同一人物説当てたの俺だけだろ多分このゲームやったので。まあその理由は単純に声が似てるってだけなんだけどね、それに関しては。いやこれは見た目に似てるやん。これ宮子が成長してさ、森山先生とかになるんじゃねえの、ちゃうかな。実はイオリちゃんが成長したパターンってまだないのか、もしかして。いやそんなことないか、ごめん、わかんねえ、これ俺の仮説ね。これ当たったらお前ガチ天才だろ俺。いやでも、いやこの5年を読んであるとしたらそれかなって思うんですよね、宮子の正体で。さっきみたいに千代と微妙に関わりがあるから、それもやっぱり森村千代と同一人物説、まあ同一人物っていうか元々は同一人物だから同じ人格を共有してるというか、まあ、同じ AI というか。これでワンチャンあると思うんですよね、サバタリミワコ。まあいいわ。ほんだら崩壊編も行きましょうかね。ウェーブ2で行きましょう。シノメ強盗攻撃隊に加える。よし。はい。あとどうしよう。まあ適当でいっか。レベルの帰りをなるべくなくしたい。みんな同じぐらいの成長度合いにしたい。よし、これでいっかな。わ、午前もう1時や。明日のもう日付変わってんだよな、でも。地味にライバル関係だった、レオコちゃんとめぐみ。ゴート先輩とレオコちゃんをパイロットに加えろって言ってきながら、ゴート先輩が会話に出てこないっていうね。まあ多分戦いが終わった後に登場するんでしょう、きっと。待って、これあいついんな、だけど名前忘れた。あー、グラディエーターか、疑似消えみたいなやつで俺ね。
処理落ちがやばいんだけど、処理落ちやべえ。勝てえな、やばいやばい、こっち側やべえ、えげつねえ。こいつ一人で大丈夫か。お強え強い。あとかモビリファンがあれか、製造しまくってんかこいつ。厄介なやつやな。セントリーガンとガーディアンアベンジャー設置すぎても処理落ちやべえ処理落ちやべえ処理落ちやばい。いや、第一世代機連れてきてよかったな、マジで。わ、えげつえげつえげつえ、これえげついな、これはえげつい。ガーディアン、とりあえずガーディアンアベンジャーをガーディアンアベンジャーとセントリーガンを設置しまくる。とりあえずあっち側に奥の方にいるモビファク早く倒さねえとやべえな。この俺が弱気になっているとはな。隙には立てんぞ。15に行かせっか。ちょ、モビファク一人誰か倒しに行かないとやべえ。まあいっか、君はセントリーガンをひたすら設置しててくれ。セントリーガン、インターセプト、ガーディアン・アベンジャー、処理落ちがマジやべえ。またモビルファケいんのか、やべえ、敵の数えげつねえ。あかんこれなんか終わりが見えなくなってきた終わりが見えなくなってきた。一人マジガチであいつ倒しに行かないとマジ終わんねえ。こいつ倒さねえとマジ終わんねえいいね、素晴らしい。誰か倒しに行け誰か倒しに行けはい、あいつ倒さないと終わんねえんだけど。もうこいつ出動させっか。やばいやばい、セントリーガンがえげつない、完全にえげつない。あ、もう倒したかな、もしセントリーガン倒してくれたかな。終わりか。あ、倒したね。オッケーオッケー。あとこいつだけぐらいか。え、あと敵どこ、え、どこいる、わからん、どこにいるんだ。
え、敵どこ？あと残りどこ？わからん。敵どこに？敵どこや？わからん。え、待って、どこ？敵どこ？敵どこ？いなくでも。え、どこ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 ？あ、いた！お前そんな端いたんかよ。そんなとこいたんか、お前。あ、ガチ終わった。ガチ終わった。しのめくん女子を組んづけっていうね。え、もうあんたの彼女じゃない。もうあんたの彼女じゃない。どういうこと？どういうこと？コート先輩としのめ先輩って付き合ってたの？関ヶ原。え、ちょっと待って、どういうこと？中学時代に半年ほど。卒業前に別れてた。理由は知らない。大草原。大草原。理由は知らないわ。関原くん別に涼子ちゃんの何なんだよな。別に兄弟でもないし。あんたは何なんだって。え、待って、中学時代に付き合ってたってどういうこと？そういうこと？全然よくわからないんだけど。って元カノに対してくんづけで呼ぶっていう。やった、アイスランクだ。お、ゴートの写真。お、ちょっと気になるね。いや、ミステリーポイントはいけつね。これミステリーポイントは余剰分なんか使えねえのかな。まあ、いや、最後にちょっとだけ救命編見ますか。あれ、更新された人どれだ、わかんねえな。なんか更新された。なんかさっき光ってたのがなんか光ってなくなっちゃったね。なんか更新されたのがあったような気がするけど、わからなくなった。この森村先生と森村先生に似た女性がさ、明らかに怪しいよな。まあでも森村先生同一人物って書いてあるけど、じゃあ森村先生は誰だよみたいな感じでもあるけどね。これ森村先生、これ森村先生と森村先生に似た女性って多分実際は違うんやろな。同一人物って言ってるから、めちゃめちゃこの森村先生とこの森村先生が同一人物って思うんだけど、多分これ言葉のあやだろうな、きっと。ミスリードだな、これ。絶対別人だよな。え、確かに元は森村先生なんだけど、でも実際別人ってことでしょ、これ。これ、1周目の泉十郎と2周目の泉十郎みたいな感じだろ。絶対そのパターンだろ。この2周前、1周前。くっそややこしいかんな、これ。2周前ってなんだよ、みたいな。絶対そのパターンだよね。で、意味深すぎんもん、これ。こう似たっていう言い方もよくよく考えるとかなり怪しい言い方してるからな。
ゴートの写真、沢渡が撮影したゴートの隠してる写真、慌てて撮影した割にピントがぴったりだった奇跡の一枚。三浦はこの写真を見てゴートの外見と名前を一致させた。身長が高いねゴート先輩。よし、とりあえず今回は切り替えのでここまでにしたいと思います。という感じでご視聴ありがとうございました。